どうも、フリーマこと、長谷川です。今回ですね、いろいろな意味で異例尽くしの日米首脳会談という話です。オチとしては、日本は中国からのデカップリング、分離を果たせるのかというところなんです。今回の日米首脳会談なんですが、結論としてはいろいろな意味で異例としか言いようがありませんでした。実は事前協議の時点から、異例なことはすでに起きているんです。以前の動画でも話しましたが、各国首脳が外交を行う場合、事前協議として日米の高官が最終的にどういう共同声明を出すか話し合います。今回の場合は2021年4月2日の日米韓安全保障会議だったんです。ところがその事前協議の場所からして普通ではありません。通常であればこの会議はホワイトハウスまたはワシントン DC で行われます。ところがこの日米韓安全保障会議はワシントン DC の隣のメリーランド州で行われました。その後2021年4月5日の日中外相会議でシェシェ茂木さんこと茂木敏充外務大臣と実質的な副大臣の王毅氏の電話会談で、2020年は北京五輪について成功に協力すると表明したのに、今年2021年は期待するという表現に後退していました。先ほど話した安全保障会議で後で紹介する共同声明の内容がある程度固められたことを受けて表現が変わったと思われます。さらにもう一つのポイントは、日米韓の外相会議が2021年4月下旬にワシントンで開催されるはずだったんですが、先日の福島第一原発の処理水海洋放出で韓国側が不満を訴え、2021年4月15日に見送りが決まりました。この状態から菅総理はワシントン入りをしてホワイトハウスらしき場所に行ったんですが、ここでも異例なことが起きていました。通常外交儀礼としてはバイデン大州長が出迎えをするはずで、大州長自身も私の最初の外国人指導者訪問のためにホワイトハウスに迎えられることと追悼していました。ところが実際に菅総理を迎えたのはカマラ・ハリス副大州長だったんです。これは外交儀礼としてありえません。しかも菅総理とハリス副大州長のホワイトハウス公式の動画を見ていると、副大州長が話している時に飛行機の轟音が鳴っていました。今のところ来月の5月まで DC には州兵がいて、なぜか飛行機も DC 周辺を飛んでいるので、その轟音なんでしょうが、これ自体も異常ではあります。ちなみに大州長が菅総理を出迎えなかったのは体調が悪いということだったそうなんですが、アメリカ情勢シリーズの動画で自分が話している通り、カンペ台本ありきで大州長は話すので表に出せなかったのではないでしょうか。その後に菅総理は1時間副大州長と話をしており、この後に紹介する共同声明と同じ内容を確認して菅総理は副大州長に早期訪日を要請しました。ここまでで違和感しか自分は感じていません。ここからがその本題の共同声明なんですが、大きく3つのポイントがあります。その内容とは、1、日米両国が台湾海峡の平和と安定を重要視する。2、中国を抜きにした 5G ネットワークなどの通信や経済協力をする。3、あの病気東京五輪で日米は協力する。この3点になります。1が今回の共同声明で一番大きいところだと思いますが、台湾海峡の文言が入っているのが重要なんです。これは1972年の日中国交正常化前の1969年11月に日米会談で言及されて以来52年ぶりのことなんです。この文言が入ったことにより今後の日米の防衛の枠組みの中心は日米韓から日米タイの3カ国になります。それを受けて台湾外交部は心からの歓迎と感謝を表すると発表しています。その上でアメリカ議会もより強硬で、日本も射程3000から5500キロの中距離弾道ミサイルの開発配備をという内容の2021年戦略的競争法案が民主党共和党の超党派で上院に提出されています。次の2が今後の日本が本気で取り組まないといけない部分です。実際の声明にははっきりとは書かれていませんが、要するに日米は中国抜きで通信
経済協力をするということなんです。 5G については以前こちらの動画でクリーンネットワークの話をしましたが、これも中国抜きのネットワーク構想なんです。ところが楽天、ソフトバンクは中国企業のテンセント、アリババとのつながりがあります。しかも最近の楽天はテンセントの出資受け入れをしているので、クリーンネットワークに反するんです。それから中国抜きの経済協力で引っかかるのがユニクロ、無印良品などです。この2社に関してはウイグル産の面である新疆面を使っています。今回の共同声明には香港、ウイグルの人権問題に深刻な懸念を表明とあるので、このままだとユニクロ、無印は大変危ういんです。しかもトランプ政権末期の2021年1月13日にアメリカはウイグル産の麺、トマトを輸入禁止にしており、このルールを日本も今後共有することになります。トマトだと最近はカゴメがウイグル産トマトの使用を中止しましたが、ユニクロ、無印は中途半端な回答をしたことで両社とも株価が下がっています。このルールをアメリカが要望という名の命令として日本に要求したため、今後日本がやるべきことは、以前の動画でも話している日本版の人権関係の法律であるマグニツキー法を作ることなんです。マグニツキー法は2012年にできた人権侵害による制裁の法律なんですが、現在はカナダ、エストニア、ジブラルタル、ジャージー、コソボ、リトアニア、ラトビア、EU、イギリス、アメリカが採用しています。これを日本が作らないと中国への制裁ができないし、アメリカの経済的なブラックリスト、SDN リストに楽天、ソフトバンク、ユニクロ、無印が乗り、会社が潰れるレベルの賠償金をアメリカから要求されます。これによって中国側はだいぶ発狂している様子で、在米中国大使館の報道官が強烈な不満と断固とした反対を表明するとの談話を発表しています。3についてはあえて割愛しますが、今回の日米首脳会談のスケジュールで自分がさらに違和感を持ったのが、この会談の後にシンクタンクの CSIS との会合もあったんですが、大酋長との夕食会はなし。さらに当日には大酋長は地元のデラウェア州に戻るので、これも異例なんです。普通であれば外交としてここで首脳同士が個人レベルの親交を深めるんですが、菅総理は英語ができない上に、このスケジュールだと事務的なことのみしか話せていないと思います。ちなみに大酋長は東京五輪に出席するかどうかは態度を保留しています。今回の共同声明は内容的には大酋長というより、議会が毎年出している防衛に関する法律、国防権限法に引っ張られた側面が大きいです。2021年の国防権限法でも台湾の話が出ているので、予想通りといったところです。ただ今後、踏み絵を踏まされそうなのが韓国なんです。韓国は2021年5月後半にワシントンを訪問する予定ですが、今回の共同声明の内容を踏まえると、韓国はアメリカにつくのか、中国につくのか、迫られる形になると思われます。ここまでが今回の日米首脳会談の内容なんですが、日本がやらないといけない宿題は非常に多いです。そこで自分が思うのは、日本は中国からのデカップリング、分離を果たせるんでしょうか？最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは、経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければ、チャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。